こんにちは。もみじもかえでも似たようなものとしてひっくるめて考えている方も多いかと思います。しかし、同じような名前がついていても、樹種によって明確にその性格は違います。例えば、いろはもみじをいろはかえでと称しても、あながち間違いとは言えません。もみじとカエデの明確な分類は難しく、それらを混同してもそれはあまり問題ではありません。ですが、剪定に関してはその種類を明確に見分けて、その性格を知った上でその木に合った剪定をしなければなりません。同じカエデという名前がつくからといって、例えばコハウチワカエデとトウカエデやイタヤカエデは全然性格が違います。イタヤカエデなどはおびただしい徒長枝を出して、まるで常緑樹のように茂ってしまいます。それに比べてコハウチワカエデやハウチワカエデは成長が緩やかで、それほどこまめな剪定を必要としません。今回は比較的軽い剪定にとどめるコハウチワカエデと、それと比較する意味で隣にあった山もみじの剪定をご覧いただきます。コハウチワカエデやハウチワカエデはもみじやカエデの中でも成長が緩やかですので、マンションの植栽や個人邸の中でも使いやすい木ではないかと思っています。先に剪定前と剪定後の違いを見ていただきましょう。どちらも高さを少し下げました。剪定したのは4月の中頃ですけれども、その3ヶ月後も半年後もそれほど様子は変わっていません。この並びに生えていたコハウチワカエデとハウチワカエデの様子も同様です。教科書的には落葉樹の剪定は落葉している時期にやるものだと言われていますけれども、新芽が固まった4月頃というのもそれほど悪い時期ではないと私は考えます。要はその時期に応じた剪定方法と剪定量の問題だと思います。剪定の主眼は外へ広がっていこうとする樹勢を抑えて、中枝が枯れ落ちていくのを防ぎます。もみじやカエデの剪定で大事なことは、枝を切り戻して残す枝を鋭角にすることを意識すること、そして枝先を詰めないということです。あとはフィーリングですので、なんとなく眺めていてください。
切り戻して鋭角な枝を作るというのはこういうことです。さらに耐性に出ている枝を互性にすると柔らかさが出ます。このように真ん中の枝を抜いてしまって耐性の枝を残すと自然樹形が失われます。こういう場合はせめてこちら側の枝を落として自然樹形に近づけます。あとは枝先をどこまで整理する時間があるかということですね。まあいろいろと試行錯誤しながらあなたなりの剪定の仕方を見つけてください。ご視聴ありがとうございました。